こんにちは、バレー&コンディショニングプリマ代表のさきです。今回は私のスタジオに通っている50代のお客様が実際にマイナス5センチになったくびれストレッチをやっていきます。座ったままできて、ぽっこりお腹や下腹痩せ、肋骨の広がりなどお腹を引き締めるのにも効果的なストレッチになっています。 LINE 公式では7日間でバレリーナのようなしなやかな体になる方法を無料で公開しています。8個の動画をプレゼントしているので、まだ受け取っていない方は概要欄の LINE からぜひ受け取ってくださいね。それでは始めましょう。足を横に出して座り、上半身を横に倒します。腕を遠くに伸ばすようにイメージして、脇腹を気持ちよく伸ばしましょう。深呼吸しながら、あと少しキープします。休憩です。今日は座ったままくびれを作るストレッチをやっています。左も同じように行いましょう。脇腹は、特に姿勢が悪くなっている方は硬くなりやすい筋肉で、硬くなると脇腹にくびれがなくなる原因になります。マッサージも効果はありますが、一番は筋肉をしっかり伸ばすことが効果的なので、このストレッチでしっかり伸ばしましょう。私のチャンネルでは、美しい姿勢やしなやかなボディラインを作るエクササイズや食事方法を配信しています。続けたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。両手を頭の後ろに置いて、上半身を前に倒します。背中を丸めた状態で大きく深呼吸を繰り返しましょう。肋骨の間の筋肉が硬くなると、姿勢が悪くなる原因になります。正しい姿勢は自然にお腹周りが引き締まるので、このストレッチで肋骨を柔らかくしましょう。今回のストレッチは順番通り行うことで、お腹をほぐして引き締める効果的な流れになっているので、最後まで一緒に頑張りましょう。足を前に伸ばして座り、背骨をまっすぐに伸ばします。両手を揃えた状態でウエストを左右にひねります。手を動かすのではなく、お腹からひねることを意識して行いましょう。やりにくい方は壁にもたれて行ってください。このエクササイズは背中を伸ばして行うことで、脇腹のたるみにしっかり効きますよ。公式 LINE では、期間限定でバレリーナのようなスタイルを作る食事と運動の秘訣を無料公開しています。詳細は概要欄をチェックしてください。両足を横に伸ばして座ります。片手を頭の後ろに置き、肘と膝を近づけるようにします。この動きは座ったまま簡単にできて、脇腹を引き締めるのに効果的ですよ。肘を近づけるときに息を吐いて、お腹を意識しながら行うのがポイントです。あと少し頑張りましょう。今回のストレッチは、お腹を引き締める以外に姿勢を良くする効果もあるので、隙間時間に続けてみてくださいね。左も同じように行います。綺麗なくびれを作るためには、運動でボディラインを引き締めながら、食事で脂肪を落とすことが効果的です。LINE のみで募集しているサービスのオンラインダイエットでは、バレエ経験とパーソナルトレーナーの知識から、バレリーナのようなスタイルを作るための食事と運動方法を指導しています。興味がある方は、ぜひ LINE でお友達追加してくださいね。休憩です。インスタグラムでも YouTube ではアップしていないエクササイズ動画を配信しているので、興味がある方は概要欄のインスタグラムをチェックしてください。仰向けで両膝を曲げて左右に倒します。背中を床につけたまま、ウエストからひねるようにしましょう。ウエストをひねる動きは日常であまりない動きですよね。硬くなりやすく、姿勢が悪くなったり、ウエストのくびれができない原因になるので、定期的に行うのがおすすめです。
麗なスタイル作りの根本になるのは、硬くなった筋肉を緩め姿勢を整えることです。エクササイズとストレッチを一緒に行いましょう。横向きに寝て両手を前に伸ばします。片手を上から開きながらウエストからひねりましょう。背骨周りの筋肉と胸の筋肉をほぐし、姿勢を整えることでお腹のくびれの土台作りをします。深呼吸しながら上半身を気持ちよく緩めましょう。今日のストレッチをやってみて難しかった、楽しかったよなど感想があればコメントをもらえるととても嬉しいです。左も同じように行います。スタジオで指導しているパーソナルトレーニングでも、縮んだ筋肉を緩めて整えることを大事にしています。緩めた後に鍛えることで美しいボディラインを作ることができます。スタジオに通っているお客様からも、体がきれいに引き締まるだけじゃなくて体の調子も良くなりましたとよくおっしゃっていただけます。休憩です。記録を残すことで継続するモチベーションにつながります。コメント欄は記録用としても気軽に使ってください。腕を大きく回します。肩甲骨も肋骨と深く関係があり、硬くなるとポッコリお腹や脇腹のたるみにつながります。体は一見関係がないように思える部分でも実はつながっているので、部分的ではなく全身のバランスを整える意識が大切です。休憩です。この動画の最後で今日のストレッチを効果的に行うポイントを解説するので、最後までご覧ください。両足を持ち上げて左右に倒します。床につくギリギリまで倒したら戻しましょう。このエクササイズはウエストを引き締めて綺麗なくびれを作るのに効果的です。少しきついと感じる方もいるかもしれませんが、できる範囲で行ってもらえれば大丈夫なので、呼吸を忘れずに頑張りましょう。休憩です。次は四つん這いで準備します。四つん這いの状態で片足を斜め後ろに伸ばしたら、膝を脇腹に近づけるようにします。お腹の横をギュッと縮めるようにしっかり引き寄せましょう。エクササイズはちょっとしたポイントで効果が変わってしまいます。動画を繰り返し見ていただき、正しいやり方で丁寧に行ってください。いつも皆様からの温かいコメントにとても励まされています。ありがとうございます。私のトレーニング方法は、30年ほどのバレエ経験やピラティス経験、解剖学やトレーニング科学などをベースに考えたもので、実際に400名以上の方がパーソナルトレーニングを受講し成果を出しています。これからも皆様の健康で美しい体づくりのお手伝いができるように日々進化させていきたいと思います。残りもあと少し、一緒に頑張りましょう。最後はストレッチで使った筋肉をしっかり緩めていきましょう。膝立ちの姿勢から両手を斜め前に伸ばします。背中からつながる脇腹の筋肉を気持ちよく伸ばしましょう。私も普段から筋肉を使ったら必ず緩めることを大事にしています。呼吸を繰り返しましょう。ここまでよく頑張りました。いよいよ次が最後です。左も同じように行いましょう。
ここまで続けられた自分を褒めてあげてください。最後までできたよという方はぜひコメントでお知らせくださいね。皆さんお疲れ様でした。今日のストレッチは続けることでなかなか痩せないウエストにくびれができて、実際にマイナス5センチを叶えたお客様もいるので、お腹痩せしたい方はぜひ継続してください。隙間時間に行うことを目標にして、まずは2週間を目標に行ってみてください。私のチャンネルではしなやかで美しい体を作る運動や食事の動画を配信しています。一緒に続けたいっていう方はチャンネル登録よろしくお願いします。参考になったなという方は高評価ボタンも嬉しいです。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。